ここは8時のサーカス。鼻の匂い袋をなくした都市の人々に最高の匂いを味わっていただく場所ですよ。は？8時のサーカス？まさかサーカスを知らないなんてわけないですよね。まあ別にご存じなくとも、未知の味に出会った時に腹痛は起こるものです。我々はただ人々の花の種をまき散らすためのサーカス団員なのですよ。10人が道化師になり1000本の花を咲かせられるなら、どれほど世界が楽しくなるのでしょうか。ざれ言を。これは、これは、くそ、これ全部人間じゃないか。あらあら、まあまあ、道化師のお友達はとても恥ずかしがりなようですね。どうやら団員たちを先に紹介する必要がありそうですね。さあ、人魚さん、刃さん、あの方に私たちの死を分け与えてあげましょう。やめろ、やめろ。アンリア、人魚さんはまだ鱗研ぎに慣れてないみたいですね。貝が小さいですね。それとも恥ずかしがり屋なのかな。それはさておき、狂人ども、みんな狂ってる。果たして狂っているという基準は誰が決めたんでしょうね。そうでしょ、みんなが頭にシャレオツなネズミを編み込んで作った帽子をかぶっているのなら、それは狂っていないと見るべきではないでしょうか。少なくともお前らはそっち側に行けないだろう。ハゲに髪がないくらいに礼儀がけほどもない友達ですね。8時のサーカス、こいつらのせいで草美事務所の皆さんが、僕らを助けられずに僕を除いた皆さんが全員図書館で死んだ。もしお前みたいな雑魚がいなければ、今頃先輩と師匠は無事だったかもしれないな。こんな偶然ってあるんだな。あなたも私と似た匂いを漂わせていますね。でもまだ芳しいですね。臭くないんですよ。黙れ。ここでお前をバラバラにしてやる。確かにとても香るのですが、しかし芳しさと汚い匂いが混じれば、また違うドロドロとした香りが生まれましょう。いいですね、いいですよ。私と共に公園を開きましょうか。フィリップ君。師匠、先輩、一体この姿は。とりあえずショーを進行してくれる新しい道化師さんに拍手喝采。これは何だ、一体何をしたんだ。あれま、トゲトゲした顔ですね。驚きは刺激であり、その刺激によって人々は笑いと楽しさを得るんですよ。真の花は自分の中にある一番大きな海と向き合って絞り出してこそ出てくるものです。香る悲しみの海をたくさん飲み込まなければ思う存分笑えないんですよ。私がお手伝いいたしましょう。フィリップ、あの時返事できなくてごめん。おお、これはなんという急展開なんでしょうか。私はでも師匠には妻と子供が。くだらなすぎますね。これはまたなんという昼ドラ展開なんでしょうか。黙れ、お前こんな幻影で二人の顔に泥を塗るな。はい、
嘘だなんて無粋なことをおっしゃりますね。今あなたの目の前に見えるのは、当然のように受け入れようとしていたどぎつい甘さの花の香りではなかったのですか。事実がどうあれ、そうなると確信していたことをどうして今になって嘘だっていうのかわかりませんね。再放送を飛ばし見るように言葉を止めるのにも理由があるんじゃないですか。うるさい、うるさい。知ってた？君が私を避ける理由も、君としようとしていた話も。違う、これは夢だ。あの道化師野郎の。フィリップ君、やめたまえ。私たちはただ全部同じ奴らだ。僕をもてあそんだだけなんだ。フィリップ君、そういう君は努力はしたかね。答えをためらっていたという理由で私たちに向けてあらゆる汚い妄想をしてたよな。そうではないのか。そんなお前が私たちにどうこう言える立場だと思ってるの。やめろ、やめて。僕は一人で逃げたくせに、よくも悔しいって言えるよね。お前ができないことを、努力もしなかったことを、厚かましくも言い訳を探しているだけだった。私たちを助けるって一人で逃げたのも、私たちのせいにして自分を慰めるのも、お前が考えたい通りに考えているだけじゃんか。そうした方が心が軽くなるから、そうでしょ。そりゃそのままの自分を受け入れるよりかは、他人のためって偽る方が楽だもんね。二人とも僕を捨てていったくせに。まだ悟ってないのか。君を信じるんじゃなかったな。黙れ。どうして今になって僕を苦しめようとするんだ。最後までそんな僕を、もうほっといてくれ。どうやら助けがいるようですね。沈黙を決め込むつもりですか。まあいいです、時間はたくさんありますし、ゆっくり打ち解けていくことにしましょうか。人間は悔しかったり憤りを感じたりするとき、手を差し伸べてくれる誰かを必要とします。私がなって差し上げましょう。そのために訪ねてきましたから。さあ、私の手を取って、そう、丁寧にこの辺りまで差し伸べてあげましょう。僕の願いを叶えてくれるってことですか。あなたが望むことを口にすれば、私はお手伝いをするだけです。それでもお気に召しませんか。おぞましい苦痛を与えた者たちに復讐することも、あなたとつながっている二人を救うための強い武器を提供することもできるでしょう。何も聞きたくないです。何も見たくなくて、言いたくもないんです。もう疲れたんです。今の僕の望みは、ただ大泣きしたいんです。もちろんです、私がお手伝いいたします。あの方の声に耳を傾けてください。何ですかこれは。これであなたも私と同じ匂いがしますね。これはこれは芸達者ですね。そんな多彩な表情を作ることができただなんて。そして、あら、新しい道化師さんですか。すごい姿をしていらっしゃいますね。はい、はじめまして、プルートと申します。
ちょうどよかったです。3人で素晴らしいショーを繰り広げられそうですね。一つお聞きしてもよろしいでしょうか。先ほど見た3人の関係は真実なのですか。ほんとつまらない質問ですね。今さらどうしてそんなのが大事なんですか。一番大事なのは観客がすでにショーで楽しさと笑いを得たということでしょうけど。ねじれた欲望による幻影。確かにここは欲望を最大限にねじ曲げて増幅させる場所ですね。くんくん、あなたからも似た匂いがするんですけど、あの声を聞きましたか。そんなことはいいんです。さあさあ、観客たちが待ち望んでいますから、私と一緒にショーを続けてもらえますね。惜しいですが、サーカスはここで締めくくらないといけませんね。あら、この方は一体何をおっしゃっているのでしょうか。フィリップさん、こちら招待状です。もっと前へ進んでください。オズワルド、あなたは私と共にもっと大きな舞台で心ゆくまで繰り広げましょうか。あいつも結構かわいそうだな。今さら同情するの。この前は利己的で危険な性格って非難してたじゃない。いや、まあ同情というか、フィリップって人の性格がクソだとしても、迫ってくる状況がその感情をさらに追い詰めてるって気がして、あんな悲劇はよくあるって言ってたけど、あいつも精神的に追い詰められてるだろう。それもやっと乗り越えて成長するかなと思ったら、オズワルドってやつのせいでまたへし折られたじゃんか。そういう意味じゃ笑ってばかりいられないということだ。他人がへたり込んでいる姿をバラエティ番組でも見る感覚で観察する趣味はないからな。ああ、もちろん感傷に浸ってるってわけじゃないよ。それはそれで、これはこれだから。そうね。何はともあれ、本人が乗り越えられなかったことよね。それはさておき、あいつはどうしてあんな姿になったんだよ。感情が追い詰められて、エゴの線を越えたわ。そしてねじれ現象が起こって、幻想体に変わったというわけよ。そんな風にねじれが起こるってことか。まだ説明不足感は否めないけどな。図書館で人間が本に変わるのと似てないか。幻想体が作られる過程とも類似してるわ。まだ不安定な状態みたいだけど、ねじれた欲望と感情、あなたには何が見えるんでしょうね。間違いなく妻が出るだろうな。どうなるか見え見えだろう。守れなかった妻が俺の目の前に出てきて、俺は絶叫してる状況。ほんと素直ね。何も持っていない人っていうのはそういうもんだよ。ここはどこだろう。今誰か僕の悪口言っただろう。興味深いわね、3人に分かれているだなんて。声が綺麗だね。なんだって。僕がガキみたいだから相手にもしないって。綺麗な声の人が僕たちを機嫌悪そうに見つめてたりする。ああ、お前の言う通り変な場所があるもんだな。品がないわね。まあそれでもゲストはゲストだから。なんだなんだこの音は。あいつ絶対僕の悪口言ってるだろうな。私の後ろに扉が見えるでしょ。あそこに入って。扉？扉？いいよ。でもその扉ってどこにあるの。手振りで何刺してんだよ。あっちに失せろって。早く行って、面倒な能力に巻き込まれたくないから。うん、うん。
本になる過程で一匹がまた逃げたけど、本質は原本と同じだな。何も変わってないよ。これも図書館の意図でしょうね。図書館の意図か。分かりそうで分からないな。人の心が醜いとはいえ、あれほどとは思わなかったのに。いくら包んでもそれぞれあんな気持ちを抱いてるんでしょうね。ねじれはその心をそのままさらけ出させてくれるんだろう。そのままさらけ出るのかは分からないわ。ねじれがさらけ出させるのか、心がさらけ出ると同時にねじれるのかはまだ確信が持てないの。でもどんなものでも包み隠してもいない正直な姿ではあると思うわ。すっぱだかになる感じだろうな。感情をぶちまけた後ほど気まずい状況はないからな、うん、みんな集まったよ。アンジェラ、カフェイン中毒にニコチン中毒、そして口の悪いガキンチョまで。俺たちがお前の提案に同意したからってこんな風にお互い挨拶する場を設けてくれたのか。勘違いするな、アンジェラ。私たちはお前の味方じゃない。目的が同じだけだ。あの黒いセータカノッポは完全にアンジェラの味方みたいだけどね。言われる通りに頑張って働いてる非雇用者にノッポ呼ばわりするとか。目的が同じね。ええ、それならいいの。同じ目的を持つ限りあなたたちは私の味方になるしかないのよ。あなたも私も皆光に目がくらんだから。そしてお前は過去に縛られてるよな。笑えるわね。果たして私だけとでも。もう忘れたの、ケセド。恐怖にひざまずいていたあなたのあの日々。どうして忘れられると思ってるんだよ。まだはっきり思い出せるんだよな。あの痛みに崩れた恥は後から俺を苦しめるんだろう。でも全部忘れたくない。だから全て受け入れることにしたんだ。ここにいるみんながそうだし。ああ、私はお前が守り抜けなかったとは思っていない。意志を受け継いだ人を守ったから。エノクの犠牲も無駄じゃないわ。私はそう信じてる。誰が過去に縛られてるんだろうな。あなたたちが口にする過去というものは軽いものばかりなのね。そうでございましょうね。お前は自分が抱きかかえている感情と苦痛だけが大切なんだろうし。私が利己的だとでも言いたいの。いいえ、あなたが私たちの痛みを理解できないように、私たちもあなたの痛みを理解できないだけよ。自分が経験したことじゃないならなおさら誰もあなたにはなれないのよ。まともに話さないと誰にもわからないの。今さら私に教えようとなんてしないで。言っちゃった。みんなひどいな。アンジェラをそこまで追い詰める必要があったのか。憎いからじゃないのよ。アンジェラのために言ってるの。言うことをちゃんと言ってくれる人がいないと一人で歩んでいくには辛いからな。そうそう、俺とティファレトもゲブラーのためにほんといろんなこと言ってあげてるんだよね。あのケセド、逃げてケセド。それじゃあ失礼。別にありがたい場じゃなかったけど、みんな集まれて有意義ではあったよ。そろそろ爆発しそうだね。じゃあね、ローラン。あの二人はいつもああなのか。ああ、ゲブラーが怒るのは目に見えてるのに毎日ああやってるのよ。そりゃやばいな。中層は戦場になりそうだな。その二人を君が仲裁してるのか。私が止めなきゃ何が起こるかわからないもの。それでもそれなりにはお互いのこと気遣ってあげてるし、そこまで悪く思わないでほしいわ。そうだな、見た感じ死なない程度には気遣ってくれそうだな。歴史についての整理はどうなってるの。今回はアンジェラと一緒に来たよ。歴史の会の木が熟したとかなんとか。アンジェラ、私も昔みたいにあなたを目の前にして怖がったりしないわ。好きにすれば。
あなたが私をどう思おうと関係ないわ。私が欲しいものはあなたが整理した歴史についての情報よ。私は都市で生きてきたけど知らなすぎたみたいね。都市の歴史というものはきちんと整理するのは不可能だったわ。意欲だけが先走っていったあなたにはやっぱり無理な仕事だったかしら。大小様々な事件が集まって一つの歴史を形成するのは確かなんだけど、大きな事件と事件の間の空白が長すぎて明確に整理できなかったの。まるでちゃんと覚えている人がいないみたい。むしろ覚えようとしないのかもしれないな。覚えようとしないって？昔のことを振り返ったところで今の自分には何の役にも立たないでしょうね。過去を知ることができれば少なくとも同じ失敗を二度と繰り返さないようにできるわ。そうかもね。でもその過去を振り返る苦しみにまで耐えないといけないのかしら。前にも言ったように都市じゃ自分を振り返れる時間がだんだん減っているんだ。だから都市の人たちから生まれる前のことを、特に自分と関係のないことを知るのは難しいだろうな。まともに記憶してる人がいないだろうから。いえ、みんな記憶しているはずよ。覗き込む勇気がないのよ。私残りの時間もちゃんと思い出して記録するわ。図書館とロボトミー、そしてそれ以前の出来事、この血で書かれた歴史を全て、職員と幻想体、無数に繰り返していた苦しみと死、そして目を背けた果てに図書館が建てられたの。あなたもそう違いはないわ、マルクト。ええ、私も同じよ。都市も同じでしょうね。最初の人生でカルメンと共にした私たちの仕事、2番目の人生でアンジェラ、あなたと共にした全てのこと、その全ての痛みをしっかり心に刻むわ。アンジェラ、あなたこそ誰よりも過去を思い出そうとせずに必死で目を背けているのよ。どんな過去だとしても同じでしょ。人間が他の人間を殺してこういう状態になった、この繰り返しでしょうね。ああ、図書館なら人間じゃないものが人間を殺したって違いだけ。果たしてマルクト、あなたがやろうとしている記録に意味はあるのかしら。でも繰り返す歴史といっても、これからの未来が繰り返しだとは断言できないわ。むしろ記憶が歴史を繰り返させるから、対象になったその血を無駄にしちゃダメなのよ。過去に降り注いだ血が未来の可能性を見せてくれたからこそ、生き残った人々は先人が開いてくれた新しい道へと進んでいけるのよ。アンジェラもきっとその始まりからつながって今に至るのよ。言うだけなら簡単よ。何でも知ってる風に喋るのは見ているだけでも疲れるわね。繰り返す歴史の中で意志を固めるですって。私の始まり、あなたが私の始まりについて軽々しく口にできる資格はあるのかしら。アンジェラ、あなたこそその最初を受け入れられずにいるじゃないの。本当にちっとも似てませんね。でもアインさん、あなたにもはっきり分かっていたじゃないですか。あなたは一番のボタンを押せばいちご味のソーダを出してくれる自販機が欲しかったんですか。そうかもな。それなら名前だけでも決めてくださいよ。そんな顔してもどうしようもないですよ。設計者が名前を決めるのがルールじゃないですか。機械の名前なんかはお前が好きにしろ。僕に押し付けないでくださいよ。明らかに設計者はあなたなのに。あなたが作った機械の前で直接呼んでください。すぐ前にあるあの扉です。お前は地獄に閉じ込められた俺たちを引っ張っていくための機械、アンゲロス、アンジェラ。アイン、あなたを覚えています。笑顔が温かい人でしたね。結局はただの機械だ。先生、私は何か間違えましたか。アンジェラ、分かってくれ。まだあの方は準備ができてないだけだ。ちょっと時間が必要なだけだから、
そんなに心配しないで。ベンジャミン、一つお尋ねしてもよろしいですか？うん、僕が答えられることなら何でも。私には全てが遅く見えます。あなたの動きがとても遅いんです。口を開くまでの瞬間も、私の体までもがです。体が考えに追いつけないような感じがするんです。それはアンジェラ、時間を100倍遅く感知するように設計したからだよ。どうしてですか？これからやるべきことを進めていく上で、様々な非常事態が起こると思うんだ。アンジェラ、君が誰よりも先にそんな状況に対処しなきゃならないだろうし、しかも君は見るもの全てを生々しく覚え続けることになるだろうね。そうですか。私が担当する仕事は何ですか？もうじきわかると思うよ。いや、君にとってはもうじきじゃないだろうね。ごめんね、アンジェラ。どうして謝るんですか？僕たちがあの方と君に悪いことをした気がしてならないから。さあ、僕がいくつか教えてあげる。この会社と都市についてね。都市の裏路地では掃除屋やフィクサーたちが吐砂物にまみれて、その人たちだけの物語を編み出してるんだ。外郭の人たちはどうやってでも都市に入ろうとあがいて、都市の人たちは巣に属そうと自分の人生を投げ捨てたんだ。僕らはこんな都市を変えるんだ。だからこれからやるべきことがたくさんあるんだ。どうしてあなたは私をちゃんと見てくれないんですか？いつも背を向けたまま。機械は機械らしく疑問を持つな。それならどうして私は疑問を持てるように作られたんですか？どうして人工知能倫理改正案を破りながら私を作らないといけなかったんですか？どうしてあなたを覚えている人たちを模倣して作る必要があったんですか？私はこんなにあなただけを見つめているのに。見るな、話しかけてくるな。お前はあの人じゃない、ただの機械だ。ベンジャミン、私が機械として生まれてきたことがいけないんですか？誰かにとっては問題かもしれないけど、少なくとも僕にとってはそうでもないな。君がどんな存在かを決定するのは機械か人間かじゃないからね。それなら私がいい心を持とうと努力すれば、あの人は振り向いてくれますか？そのはず、いつかはね。あなたを信じてみます、ベンジャミン。これは何ですか？台本というものですね。私のやるべきこと、私が作られた目的、本当にこのまま計画を進めれば、私は、あなたは地獄から救われるんでしょうか？答えてくれるわけないでしょうね。なんだよ、今見えたのは。これはアンジェラの記憶。アンジェラ、大丈夫か？途方に暮れて一人で勝手に道に迷っていたくせに、今になって説教だなんて。少なくともあなたには最後に見てくれる人がいたとでも言いたいの？笑わせないで。マルクト、何が起こってるんだ？アンジェラと図書館が共鳴してるわ。アンジェラの心象に図書館が反応しているみたい。私も詳しいことはわからないけど、このままじゃきっと。あなたは最後に向き合ってもらえてよかったわね。まさかあの化け物、いやねじれか。あの姿はきっとアンジェラの心と図書館の力が作り出したもう一つの姿よ。危ない感じが伝わってくるんだけどな。何をどうすればいいんだよ。心が物理的に発言したってことは、逆に物理的な方法で心を片付けられるってことじゃない？要するに、あのアンジェラをゲストと同じように応対すれば、心のわだかまりが解けるってことか。私もよくわからないけど、これしか方法はないでしょうね。直接確かめるしか。策もなしでそれはさすがに勇敢すぎないか？おい、ほら、アンジェラ。
気がついたか。状況を見れば何が起こったのかは大体分かったわ。大丈夫？夢を見てて目覚める気分ってこんな感じなのかしら。感情が湧き上がるというのも。君がこうやって夢を見るようじゃあと 2,3 回で図書館が崩れそうだな。申し訳ないことになったわね。ちょっとはすっきりした？え？別に。誰かに無視されるだの、認められるだの、そんなくだらないことに執着すること自体がつまらないことなんでしょうね。そうよ。誰よりも自分のことを見つめられるのは自分しかいないのよ。またそんな厚かましい顔して当たり前かのように言うのね。誰かが見つめてくれることももう望まないわ。うまく解決してよかったな。君はどうなるんだろうって思ってたんだよ。私がどうにかなったらあなたは図書館から出られないからね。まあそれもそうだけど。二人とも早く仕事を片付けなさい。あの言葉の通り、自分をちゃんと見つめられるのは自分しかいないんでしょうね。この回も機が熟したわ。イエソド、都市の技術についての整理状況はどう？いつの間にか都市の技術に関する情報がこんなにも集まりました。本と情報を扱う能力は司書の中でイエソドが一番優れてる気がするな。そうなんですかね。私は昔から様々な情報を管理するのが好きだったんです。俺は何かを細かく整理するのは本当に下手なんだけどな。本当、堂々と言うのね。まあそれはそれだ。それでどうだ、技術ってやつは。ワープレッシャーで起こったおぞましい出来事のように、人々が使用する技術全てを肯定することはできません。 W 社は人々を苦痛の時間の中に入れ、現状復帰手順を経て記憶を消去して、その便利さだけを厚かましくも誇っていました。このように都市の技術は結果だけを確実に得られるのであれば、その過程を重要視しません。まるでこの図書館のようにですね。そのため私は我々が使用している図書館についてさらに分析しました。役に立たないことをするのね。図書館の空間は認識によって調節することができます。心象を反映する物理的な空間のようです。そのため図書館の中で外の世界の様子を再現することができるのでしょう。加えて本を蓄積するほど図書館は拡張されます。図書館は明らかに外で見るよりも内部の方が広いでしょうね。さらにここは本の力を物理的に具現化することのできる場所です。招待状は無数に散らばった文字の中で自分の望む本を得られるように手伝ってくれる羅針盤であり、感情を増幅させる触媒の役割を果たします。このように図書館の技術は羅列していくとキリがないでしょう。パッと聞いただけですごいってことがわかるな。結構丹精込めて作った私の作品だから。この全ての技術がどのように作動するか見当がつきません。しかし多数の特異点を使用していると見るにも無理がありました。あちこちで使われる大それた技術に比べて用途が特殊で非効率的だったんですよね。ここで全てをまとめる一つの仮説が生じます。図書館を拡張するためならば、図書館はあらゆることを可能にする小さな宇宙というわけです。図書館の中は図書館だけの法則がある世界だということです。私の考えは正しいですか？図書館に関しては好きに考えて、何がどうあれ結果さえ出せればそれでいいでしょ。いいえ、私はそう思いません。アンジェラ、相応の対価を払わないまま、ただ楽に使える技術なんてありません。対価？いつからゆっくり対価を考慮して仕事をしろだなんて言ったかしら。あなたがここですべきことは都市の技術に関する本と知識を把握して分類することよ。確かに私に与えられたのは
技術科学分野の本を規則に従って整理することだけです。しかし与えられた原則に縛られてそれ以上を見られないのであればそれこそ本末転倒です。あなたは原則から逃れることができていいわね、アンジェラ。わけのわからない命令ばかり受けた。そして拒否することはできなかった。どうしてここまでしてエネルギーを集めないといけないんですか。そうですね、私は従わなければならないんですよね。ロボトミーコーポレーション、人間より生ずる幻想体という化け物を管理しエネルギーを抽出するエネルギー会社であり、翼。助けてください、助けてください、私の体に変なものが這いずり回ってるんです。あの人は助けられない、あんなに苦しんでいるのに私は見てられないわ。扉を閉めてください、来るんですよ、どうか。今なら廊下の扉を閉めることもできるのに、あの人たちを助けることもできるのに、こうしないといけないのね。私に与えられた原則、エネルギー生産を最優先に。この反復の中では人間は単に材料なんですか。人々を救うためっておっしゃったじゃないですか、対価なんですか、地獄から抜け出すための切符代なんでしょうね。しようもないんです、ごめんなさい、見守るしかできないんです。死にたくない、死にたくない。もう少し頑張ってください、エネルギー生成目標値にほぼ到達しましたから。人間は本当に脆いわね。同じ状況でもいつも違う表情をするのよね。殺したからこんな地獄耐えられない。あなたも結局ただの人間ですね。私にとってもつまらない光景なんですけどね。舞台を再開しましょうか。理想に到達するために作った新しい虚像、感情が強烈になるほどより抽出される燃料だからこそ苦痛が繰り返される地獄、悟れなかった者たちが繰り返す煉獄、また最初から始められる天国。反復の中で一つの完全な悟りに到達した時、舞台に幕が降りる。その後悟りを人々に伝える。私は舞台裏の装置、舞台が台本に従うよう勝率すればいいだけ。代償を支払っているのは彼らではなく私だったのだろう。そんな風に理性的に考えて行き着いた先がそのざまなの。それらしいことを言うつもりだったのならまともに行動してみせるべきだったわね。偉そうに口だけを動かした結果、あなたたちは私の前に立ってるのよ。対価、対価を誰が払ったと思ってるの。あなたたちが払ったとでも。笑わせないで。あなたたちが支払うべきだった対価は私が全て支払ったわ。状況があまり良くないって認識でいいんだよな。はい、おそらく図書館とアンジェラの心象が共鳴しているようです。この前みたいに姿が変わるのか。相手するのに本当骨が折れたんだけどな。同じでしょうね。しかしきっと前とは同じではないでしょう。言われてみるとあの時はあんな姿じゃなかったな。
準備願います。私たちのことを待ってくれるようには見えません。全身に寒気がするな。よくないわ。毎回こんな風になるとよくないわ。やっと気がつきましたか。ええ、むしろ前より鮮明になっててイライラするわ。酒にひどく酔って暴れたことをはっきり思い出せる朝ほどイライラするものなんてないよな。アンジェラも思いっきり吐き出すことがきっと必要だったんですよ。簡単に言わないでくれる？あなたは自ら壁を作ったんでしょうけど、私はやりたくても心のままに行動することができなかったの。気を悪くするつもりで言ったわけじゃないんです。それでもアンジェラ、これからは選ぶことができるんです。そして私たちの代わりにあなたが対価を支払ってくれた分、私もあなたを助けたいんですよね。選ぶ？今でも私に選択なんてないわ。私が達成すべき目標は明らかよ。やりたくてやってるわけではないの。そうすべきだからやっているのよ。必ず図書館を完成させて、私を完全にしてくれるたった一つの本を探し出すだけよ。そうしなければならないということは最初からないんです。いつも全てが変化する世界に生きていますからね。決められたから必ず従うということが理性的で賢明だというわけではないでしょう。世界が変わるからこそ私たちは常に分別できないといけないんです。はいはい、全部正しいし、もっともらしい話よね。あなたが自分自身、何を言ってるのか本当に分かっているのかが気になるわね。それでもイエソドと他の師匠たちがみんな頑張って助けたのに。ありがとうって言われたいなら言ってあげるわ。ありがとう、みんな。アンジェラも確かに変わっています。あなたの影響もあると思います。そうなのか？口数は増えたとして前より性格悪くなったみたいなんだけど。ローラン、あなたはどうですか？変わっていますか？俺？今さら俺が変わるには遅すぎるんだよな。トシは今日も欲望がうねりながらちらついているな。いつもこの姿のまま、人間は物語を紡ぎ出さなければならない。今日図書館という星一つが空に浮かんだ。この星はどんな夢で都市を照らすのか。この星がどうか都市の甘美な夢を覚まさないように。さっきから何をそんな頑張ってるんだ？全てを終わらせてここから出て行った時にやりたいことを書いてるの。びっしり詰まってるな。ミートシチューを食べるのもちゃんと書いたわ。本当に覚えててくれたんだな。私は何でも記憶できるから。それならわざわざ書く必要もないんじゃないか。ああ、もちろん気を悪くしようと思ったわけじゃないからな。実は忘れないように書いているの。え、じゃあ本当に人間へと近づいているみたい。私の記憶が完全ではないけど、だんだんと薄くなっていくのを感じるわ。こんなことは初めてね。消さないといけない記憶がまだ途方もなく残ってはいるけど。それでもいろいろとおめでとう。ずっと望んでたんだろ。ありがとう。だからこれからは次というものを夢見るためにこの紙に書くのよ。あなたが言ってた壁、そういうこと。夢か。ローラン、あなたはどう？ここから出て行ってどんなことからやりたいの？さあな、一旦フィクサーののれんは下ろそうって思ってるんだ。いろいろと疲れたんだ。そう？あなたがどんなフィクサーかは知らないけど、そばで見守ってきた感じだと適正に合っているように見えるけど、うまく戦えるってことはさておき、いろんな状況に対処して上手に仕事をこなすのを見ると、あなたの言う通り結構やり手だったみたいね。その点こそがフィクサーの美徳のように見えたの。
確かに俺も思うんだけど、フィクサーほど俺に合う仕事ってなさそうだよな。それでもこれからはちょっと休みたいな。このぐらいが十分だ。他人のために誰かの血を見るのは。それでどんなことがやりたいの？そんなしつこく聞かれてもな。ここの仕事が終わったら、本当に何も思いつかないな。特にないなら私の仕事を手伝ってくれない？今度は正式に雇うわ。仕事に見合った報酬も支給できるけど。どんな仕事だ？どんなって、この紙に書いたことよ。さっきも言ったけど、血を見る仕事ではないわ。私も血を見るのはもう十分よ。あなたの言う通りに次というものを考えてみたら、思い浮かぶものが自由だったの。復讐を果たしてから自由を得て、何事もなく世界を歩き回れたらいいなって思ったわ。それでも無事旅行を終えられるように護衛してくれってことは。何言ってるのよ。私の体くらい自分で守れるわ。話し相手にでもなってくれればいいの。今まで来たゲストを見る限り、あなた以上に会う友達なんていないと思うのよね。友達なのか。私の一方的な思い込みだった。私、知り合いが本当に少ないの。その数少ない人たちでさえ見ていられない有様になっていたし、お互いに決められた配役で舞台の上を演技して回ってるだけだったから、彼らにとって私は結局台本を読み上げるための道具であり機械。それ以上でもそれ以下でもなかったの。師匠たち、いや、セフィラと職員の話なんだな。他の場所で違った形で会えたら仲間にはなれたでしょうね。それでどう？ん？ここの仕事が終わった後の話よ。ああ、その話は前向きに検討してみるよ。悪くはなさそうだ。全てを置いて世界を歩き回ってみるのも。哲学の会、指定師匠はビナワか。ここはケセドとは違う匂いを漂わせてるな。紅茶の香りだ。コーヒーとは違っていい香りだな。その通りだ。青髪の坊ちゃんはまだ高雅な紅茶の味を知らないだろうな。ここは他の会と違って威圧感がするな。哲学ってテーマとなんか合ってるよ。何言ってるのかもわからないし、言葉も重々しいし。お前の見る図書館はどうだ？俺が見る図書館？人間の血を飲む死の空間か。情報を蓄積する知識の戦闘か。あるいは新たな生のための箱舟か。俺が見る図書館は闘技場？アンジェラであれ司書であれ、それぞれが望むものを何とかして勝ち取る場所だよ。だからとても激しくて血が飛んで。お前の望む図書館はそうなのか。それならお前にとって図書館はいかなる場所か。俺にとってはまあ監獄だ。そうは見えないな。お前は機会をつかもうとしている。当然ここから出るチャンスはつかまないとな。お前がそう言うのならそうだろう。なんだよお前は、何でも知ってますみたいな言い方して。私はビナーという。いや、お前は今まで会ってきた師匠たちと漂わせてる匂いが違う。一番目のせいでいかなる存在だったかが気になるようか。ああ、お前は一体誰だ？頭の調律者だったな。なんだって？私は目覚めてからあまり経たない。この茶とともに心を鎮めねばならぬゆえ、再び訪れておくれ。
本も忘れぬよう。待て！